面白いですね、速報は。共産党が弱すぎて、なんかかわいそうに。え、何やんの、共産党は。雨か。雨だが異常はなし。ピカちゃん、おはよう。今日しまおはようございます。50はしてました。悲しいですね、いつもここにあったのに。今日のあったの弁当です。混ぜご飯、麻婆豆腐です。行きます。この掃除をしています。ここがね、はい、今日の朝食は何ですか？はい、今日は、こちらサラダ、芋サラダが載っていますね。で、昨日の夜の麻婆豆腐、そして、混ぜご飯、そして昨日の残りの切り落としケーキにバナナ、ダノンビオ、カッコイチゴ、ミルクティーです。アッシャー！ブランクイズ！ブランは何を一口おねだりするでしょうか？シンキングタイムスタート！チチ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 。え？ブランクイズが簡単すぎる！申し訳ございません。では答え言ってみよう。ピース。はい、おっしゃ。はい、あちらの麻婆豆腐のひき肉ちゃんだけください。ダメです、あげません。え、いいじゃないですか。じゃあ、混ぜご飯の牛肉のお肉だけください。ダメです、あげません。そこが食べたいんですよ。おっしゃるだけち。ではいただきます。完食しました。あ猫ファーストの夫さん、ドッグファーストなんですか。あれ、猫ファーストって言ってたのにドッグファーストになっちゃったんですか。初耳です。ドッグファーストとは説明しよう。ドッグファーストとは犬を最優先するという党である。ドッグファーストの活動っていうのは何をするんですか。猫ファーストの理科生から犬を守れた。守るって。意地悪ばあさん、これから。意地悪しません。何言ってんですか。やめてください。なんか夫さんが今日は遅くなるらしいですよ。本当かどうか分かりませんけれど。気をつけていってらっしゃいませね。うるせえよ。いってらっしゃい。携帯忘れたこれ。また携帯忘れたらしいですよ。何回忘れるんですか。
さ、縁っこにはさ、やっぱ掃除機が届かないからこうやってさ、やるしかないよね。ここね、よく取れるんですよ、ここ。この一番縁のところ、こうやってやるとさ、ゴミが取れるから気持ちがいいんですよ。レールとかにこう、こういうところをね、やるとね、取れて気持ちがいいんですよ。こういうところ。あと、やっぱり私はこの葉巻の掃除が好きですね。この葉巻がね、ホコリが取れると気持ちがいいんですよ。縁っこがね、掃除機ではできませんからね。ビタビタですね。ベランダがビタビタです。洗濯物が干せました。なんか風が強いですね。そしてなんか寒くはないんですけど、ひんやりとはしていますね。風がすごい強いです。で、今日は23度まで上がります。からお母様お仕事行ってくるね。これあの自転車のカバーなんですけど、カバーかぶせてるんですけど、カバーがねビタビタになるんですよね。ビニール袋をかぶせとかないとダメです。今帰ってきました。今日のお買い物はこんな感じです。こちらがローソンストア100で買ったものです。いつものです。でこちらがスーパーで買ったものです。今回は、夫がガツンとみかん2つじゃなくってチョコも欲しいって言うんで、明日への活力ガツンとみかんとブラックにしました。チョコはで、うちの定番のラーメンがキンちゃんヌードルで、かいわれしてツナオイルなしにします。で、あと春巻きを作ろうかなって思ってます。あとはお魚定番、これはね絶対に揃えておくお魚ですね。サバと鮭と、まあ、これ刺身なんですけど、刺身用なんですけど、とあとカツオでしょ、カツオのたたきで、サンマ、これがねレギュラーお魚です。うちの今から夕食を作ります。今日の夕食はラーメン、これ麺だけ使ってスープはこれで作ります。まるちゃんのネギ塩鍋つゆ、お鍋にポンするだけのやつなんですけど、これが使えるんですよ。その前に軽く明日の夫の弁当を作ります。焼きそばです。とりあえず大根をすりおろします。なんか昔小学校の時にした調理実習で野菜炒め作ったんですけど、あの時ね
野菜を表面だけ炒めてたからめちゃくちゃ硬かった。こうやってさ、蓋をして柔らかくするっていう知識があの時はなかったんだよね。だから野菜炒めめちゃくちゃ硬かった思い出があります。これあの前使わなかった焼きそばソースです。取っとくの、こうやってで楽したい時に使う。できました。夫さんの明日の弁当、焼きそば弁当です。やっと夕食の準備ができる。さっきの生姜ニンニク過去大量。もやしが入りました。あ、そうだ、キノコ入れてなかったな。今あの昨日作っておいた舞茸とえのきの冷凍したやつ入れました。卵、これ新しいザルなんですよ、楽しみ。よし、高山ラーメン投入。熱い生麺、行ってこい。今日の夕食ができました。今日はネギ塩ラーメン、ブロッコリーに甘いみかん、そして大根おろしです。ではいただきます。ネギ塩ラーメンうまいですね。ちょいと箸休め。なんでラーメン食べた後のこの最後の一杯がすごい美味しいんでしょうね。完食しました。あ、いかんわ、みかん食べてなかった。だんだんみかんも甘くなってきましたね。